はい、2021年6月5日ドラクエウォーク、本日は一人になってから実は結構めんどくさかったアックスドラゴンの祠の S なんですけど、これをまあ横比較で見ていきましょうということで、まずは一応同じコストの魔王の使いを横で並べてみたんですけど、さすがに捨て的にはあれだね、魔王の使いが強いとまでは言わんけど、力以外は優れとるね、斬撃のパーセントもありますね。まあ、そんなアックスドラゴン、どんなやねんってことなんですけど、一応職業別にバトマス、レンジャー、スパスタ、海賊で何でも装備、何にもつけてないんだってことなんですけど、これ、ヒャドの適正防具というのが私全部4人分揃えれるわけじゃないもんで、紛らわしくなるもんで裸にしました。で、おまけに物理武器も落ち穴なくてヤシャコンしかないんで、まあ一応あれが落ち穴だって持ってください。それでまあ戦闘が順番にバトマスか見ていきましょうということで、まあ、これあくまでね、落ち穴を装備したバトマスだと想定してくださいよ。だったらこんな感じかなというのは、バトマスはでもこれほっと実はやりやすいですよね。ヒャド火力上げてくるのにね。ヒュンケル、オルゴ、アームライオン。アームライオンは私地味にでかいと思うんですよね、これがね。体力的にだって153あって、これヒャドに関しては火力だけに関しては十分使っていけるレベルだから、それがコスト92で使えるから、それも適正のね、赤の色で。これがでかいと思うんですよね、使えるので。で、そこのさらにね、虹枠の底上げじゃないけど、アックスドラゴンが来たの。まあ今までで言うと、入ってくるのがランプか。で、あたりで比較していくと、まあ、力だけ見は確かに劣るとこありますよね。体力に関しても若干下がっとるってのありますけど、それでもこの掛け目とこのパーセントがでかすぎるよね、完全で。ランプで言うと、斬撃大義の方の 10% しか掛けれんですけど、デインとかそこら辺は全く関係ないですからね。アックスドラゴンに関してはこれもうヒャド属性のこの斬撃大義が両方 14% ボコッと乗ってるから、で、落ち合うに関しても、ヤシャコに関してもどっちにしてもかかってるから、ただ、ヤシャコンだと適正武器じゃないっていうところですよね。で、おまけにドラゴン相手から 5% 乗ってるから、でかいですよね。キャド属性だけでもね、十分ランプ抜けるところで、そこでドラゴン来たらおまけ付きだから、まあ、使わない手はないって、それでコストがね、若干低いっていうところあるから、あとはここのあれですよね、体力面とかそこら辺のところだけですね、身の守りが若干高い、そこをどう取るかってところですね。素早さに関してはあれか、結構落ちるところあるか。ただ、火力面の底上げっていうのははっきり言ってぴったりですよね。これでだってオルゴもね、ヒャドアップあるし、まあ、ここら辺そうだね、ヒャドに関してはここら辺が入ってきますわね、ヒュンケルドで。バトバスは本当になり、優遇じゃないけど、ヒャドに関してはある程度揃ってきたよなって、さらに底上げ。ただこのタイミングで、ね、落ち合うのを底上げして、どうするかなっていうのは、今完全デインセッターじゃないけど、多分このままデインでいきますよね。ジバルニアの似合いをね、ちょっと輝かせながら。その後だろうね、次のイベントとかね、もう一回ヒャドとか来る、夏場とか。そこで輝くのかと、まあでもそのうちあれでしょうね、多分輝いてくる瞬間はあると思うでしょうということで、それで次がレンジャーで、これ色的には確かにね、青色、水色使っていけるってことは、一応装備、ちょっととりあえずヤシャコに変えておきましょう、雰囲気だけ出すことで。落ち合うのがあれば最高なんですけどね、はい、形一つって一本しかしかないで、ね、あれ、どこ行った装備で出るだろう、ちょっと待ってくださいよ。ヤシャコン、ヤシャコン、あれあれあれ、私の、なけなしのキャド一本が、ここ行った？ちょっと待ってくださいよ。これだね。まあ一応雰囲気だけということで。ただレンジャーに関してあれだね。落ち合うのに関しても、ヤシャコンに関しても、どっちも適正ってわけじゃないから、なんらか、なんかヒャドの欲しいよね。斬撃。せっかくアクソロが別に斬撃大義もあるんだから、そこら辺のとこで何個かなーってことで、まあはめていくならこんな感じじゃないかなーって。レンジャーに関してあれですよね。オルゴとヒュンケルがあるので、火力の底上げっていうところあるで、もちろんここになり、アームラインを入れていくっていう手もあるんですけど、体力面上げていくと若干火力が落ちる、あの適正枠に入れれるっていうんで、まあ後のこれ海賊とかでお話しいたしますけど、そこら辺のとこですよね。適正武器がこれあと欲しいよね。色的には結構ぴったりだよね。両方ランプ使えるから、ここでどうでしょう、水色、青色、他の枠使っていくってことなら、コスト許すなら別にこの辺りになるってこと、竜王を新しくなる使っていく、力的に変わらんすもんね。虹枠、適正枠入れたこ104。斬撃対比 10% あるから、シャドウ属性のアックスドラゴンの方の 4% 分、その分の差が出るってとこだから、まあ別に UFO で持つとこか。コストは若干高くなるとこありますけど、そこぐらいですよね。ギラ耐性とか、あとそのあたりですね。混乱耐性とか、ターン開始の MP 回復、どっちのメリットを取るか。ただ、竜王の方が体力あるし、使いやすいってはっきり使いやすいですよね。素早さに関しても、まあ漏れるとこあるけど、使いやすいのね、素直にね。ただ火力に関してはアックスドラゴンの方が出せるし、ドラゴン相手ならっていうところですよね。適正武器にやっぱ恵まれてるんじゃないっていうのがあるでしょうね、完全にね。
せっかくこれね、シャドウで斬撃対技両方使えるから、それ考えるとね、別にランプだって両方使えますし、ここら辺だってね、一応かけていけるからね、なんか、何らかのなんか適性欲しいよね、シャドウで使っていけるとかで。あの、魔剣でもそうか、全体でもなんか、パプニカとかでもあれか、レンジャー用のなんか大義の斬撃とか、大義のなんか適性武器か、ブーメランとかでなんか来る、シャドウ全体とか。そこですよね。それが欲しいとこだけですね。心の色的には本当使いやすくなりましたね、素直にね。これね、別に。使い分けがしやすいですよね、ここら辺の色で言うと。ちょっと待ってくださいね。適当な色でいくと、まあ、普通に使うならあれだろうね。竜王の汎用性広くて無難っていうとこありますけど、コスト面とか別にいきゃ、魔王の使いとかでもあれだろうね。悪くはないっちゃ悪くないね。体力乗れるしね。まあ、ゾンビとかの相手っていうところか。ゾンビにシャドウが効くっていうところか。そこら辺のところか。そういうとこだな。使いやすくはなったと思う、素直に。ただどっち選ぶって言ったら魔王の使い選びますよね。ドラゴンでヒャドが効くっていう前提だったら、適正武器とやっぱ大義が欲しいかなというのが率直なとこですね。それで次は、まあ、スパスタの方行ってみましょうということで、こちらもあれですね、色的にはやっぱレンジャーと一緒で青色水色使っていけるから適正ということで、一応まあ雰囲気を出すために、こちらは逆にあれですよね、落ちやんだったらあかんけど、ヤシャコンが一応適正武器だから、やりやすいっちゃやりやすいですよね。一応、この構成的にはこんなんじゃないかなというところで、これアームラインを入れたのは、オルゴとヒュンケル使ってても、そんなに火力差が出しにくいんですよね。というか、これが適正の色を入れれんすよね。緑だから。そんなんでアームラインを入れて、体力持った方がやりやすいんじゃないかなって。真珠に関してはもうあの S がつきたんで、A だけどこれ一応 S だと思ってくださいということで。これもやっぱりあれだね、色がね、適正のところを使えるからやりやすいですよね、ここ素直にで。おまけにヤシャコンならね、自分の適正武器スーパースターだから使いやすいですよね、素直にで。やりやすいと思うんでね、ショータイムもあるから、まあ、やっぱ比較するとこここだよね、どうしてもね、使っていくなら。体力面がもう折れるってとこある、やりやすいとはもう非常にこっちの方が。ただヒャドでドラゴン相手、完全ハマる相手なら火力面が違うか。そもそもヒャドだけでもね、火力違いますからね、十分にね。力がだって全く一緒なんだからこれ。そこら辺だけですよね。体力面に目をつぶって火力面どうしていくかっていうところだね。まあ、でも底上げには十分になりましたね、素直にね。竜王にしただけでも別にあれだよね、火力的にもね。今までで言うと、竜王出る前で言うと魔王の使いか。そこまでは竜王と変わらんぐらいか。若干は竜王の方が上がったっていうところありますけど。体力面だけだね、あとはね。ただ火力は完全にアックスドラゴンの方が底上げされとるね。コスト的に魔王の使いとも変わんないですね。使い分けが好みに出るとこありますけどね。これがね。火力面を取るのか、体力面を取ってくるのか。まあでもドラゴンあれ来るんだろうね。ただスーパースターに関しては一応あれだね。レンジャーと比べて、一応適正防具、武器、防具じゃないで、ね、武器があるからっていうやりやすさはあるかなと思ってますね、素直にね。そんな感じでございました。それで最後がね、これが不毛というのか、海賊がね、なんでパラディンとか魔法戦士とか省いたっていうのはね、黄色のね、適正の心が、シャドウが少ないんですよね。いや、少ないってありますよ。だいたいね、ちょっと覚えてきゃ、いつだったか、あの、スイカの種まき散らかすようなやつありましたか。あれつけてかばってはありますけど、あれは完全にもう何、性能差違うもんね。コストも違うし、一応キャドにフィルターかけると、まあ、あるはあるんですよ。もうちょい呼吸もまあ一応いましたけど、青色だったらね、もうちょい下がっていくとね、スイカさんがいますけど、これはさすがにだよね。だって不適正枠のアームラインをはめたのと、適正枠の黄色のキングスイカやと、そんなに力差がないもんね、これ。で、掛け部屋は、ね、アームライオンね、斬撃体で 10% かかるし、ヒャドだってね、10% かかるから、まあ、こっち使うな、普通だな。まあ、黄色の心が、海賊、それから魔法戦士、パラディに無理やりヒャドの何らかの攻撃させるっていうんだったら、欲しいところですよね。パラディだと一応、コンが言う、何、適正武器っていうのありますけど、あと海賊に関しては、この適正武器のところですよね、ヒャドに関してはね。それがあるとね、黄色の心と適正武器っていうところを考えると結構敷居が高いかなって。魔法戦士だとあれか、魔剣とか持たして全体。ただそのヒャドだとやっぱあれだね、落ちやるんだよね、どう考えたって。それをやっていくと海賊はちょっと使いにくいかなって。ただ青色、水色の心がうまく適正でポコッとはめれるから、わりかしやりやすいかなって。で、これもそうなんですけど、
スパスタドバイだとなり、あ、スパスタドバイもそうだ、一緒だ。要は適正の色じゃないもんね、アームライオンとか。ここ活かしにくいんですよね。ヒュンケル、オルゴ使ってっても、さっきも言ったようにそんなに火力差がないから、オルゴ、アームライオンでも。で、体力面持った方が私的には、いや、もちろんあれですよ、ヒュンケル、オルゴの方が火力は出せるんですよ。出せるけどそんなに差が出にくいっていうのは。こっちみたいに両方適正で使える、赤赤を虹枠利用して、ヒュンケル、オルゴ、レンジャーみたいに使えると火力の差が出るから、これなら体力面多少目つぶっても採用していこうかなっていう気にはなるんですけど、これだと不適正枠になっちゃうからっていうところを考えると、スパスタの緑でさすがにね、火力枠出せっていうのはちょっと無理な要求だと思うから、黄色でなんかあれだよね、キングスイカイファンとかみたいな、ああいうね、特化したシャドウの心っていうのが1個あると、魔法戦士とかパラディンとかに関してもちょっとはなんかやりやすくなるかなって。せっかくアックストラゴン出てきたんで、だって二次枠適正枠じゃないけど、そこで行くんだったら別にランプに引け取らんというか、むしろ上回ってくる存在だから、どっちかってあれだもんね、ここら辺の二次枠とかで見ていけば、ヒュンケルとかオルゴとか比較してても火力だけでいけば、うん、悪くはないかなっていうレベルだから、それ考えるとちょっと黄色でなんか1個あるとここら辺が救われてくるかなとかですね。あと武器ですよね、そこの恵まれてる恵まれてないところですよね。まあ、そんな感じで本日はね、アックスドラゴンを手に入れて、とりあえず横比較じゃないですか、見てみて、職業ごとに見てみるといろいろ面白いよなと思って。バトマスはやりやすいですよね、はっきり言ってね。レンジャーは適正武器が欲しい。スパスタはやっぱあの緑のあれだね、心の枠がずーっとその武器つけてもネックになりますわね。ヤシャコンが使えるのはメリットはメリットだね、十分やっていける存在だと思う。ショータイムもあるしね。海賊はあれだね、黄色の心が欲しいのと武器だね、そこですよね。2つの壁があるから、レンジャーに結構なんか期待しとるんですけどね、別に大義でもいいわけだから、なんだかあればね。そうするとスパスタもやりやすくなるってことですよね。色的にある程度近いとこだし、適正武器もある程度近いですからね。魔法戦士、まあそこら辺ちょっとあれか、そういうのを要求するのか、落ち合うのでいいっていう話もあるか、だったらバトマスでいいじゃねえかっていう話に結局戻っちゃいますもんね。ただ素直に全体的なね、火力の底上げ、ヒャドに関しては上がってっとるし、まだまだこれあれだもんね、キャドだけで考えてるか、ドラゴン分のね、プラス 5% があるから、それがでかいとこもあるかなってことですね。まあそんな感じで本日はね、アックスドラゴンの心をね、横比較してみましたということで、なんか最近あれですね、この特化した心っていうの、最後に最後に、結構出てきましたよね。順番に行くと、どんな風に行った方がいい、これ見ていく方で言うと、入手順で行った方がいいかも。そっちの方が分かりやすい。入手順だとちょっと変なやつ混じってくるか。あ、そうか。あいつを出したかったんだけどな。あれこれ、入手順でいいもんな。別になんか、シャドウで行っとる、シャドウで行っとるか、シャドウじゃなくてじゃない。全体で行くと、バズズ、まあそうですよね。ギラで確かに。あれ、早いだけだから、ボスに使ってくっていうレベルじゃないもんね。ただギラなら一応入ってくる。さらに悪魔ならまあ確定でね、火力枠に入れれるっていうところですもんね。それで、ここら辺でちょっとワンの雑魚っちって言っていいかどうか、ここは省いてて。まあアトラス当然あるんですよね。特化したらね、火力だけでも十分強いのに、ジバリアでさらにアップで、悪魔ならもう完全確定みたいな。これはまあ力に特化しておくと入ってきちゃうことは分かりましたね。それであと呪文のあいついましたよね。ワンがいっぱいおるな、ちょっと待ってくださいよ。そう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 、これ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 、これもそうですよね。取り合いて魔法が効く相手だったら十分入ってくるってことですよ。逆にそこしか使い道がないってところですけど、でも瞬間的に来てもいいですよね。鳥で呪文を聞くやつって何らかの。だったら一応入ってきますもんね、これが。遡っていくと、もっともっといくと、ちょっと待ってくださいよ。結構戻ってかなかんか？ヘルバームなんかでも割とそうだね、植物とかね。この手が増えてきましたね。ナイトリッチそうだね、ゾンビね、マシーンね。これは完全使いやすいですよね。物理のがなんかこうやってね、火力特化じゃないけど、脳筋特化しとる方が目立って分かりやすいって言われますけどね。ウドロアでもそうだね。植物、悪魔、で、イオ当然っていうところで。幅が狭いって幅が狭いか。ヘルギフトでもそうですね。ギラ、バギー。まあ、コスト面を考慮して、なんとかってところだね。古く戻ればそうか。この辺りもそうだね。マリンバブルもね。そうだね、そうだね。ここら辺辺りからか出てきたの。ああ、ガニラス、ガニラス。そうそうそう。これもそうですね。ほっとり特化した場は狭いですけどね。完全にね。ガルーザとか言ってたあれか、こんなもんぐらいかな。呼吸もそうか。これちょっともうコスト的にやるか。実は微妙なところか。氷河、そうだね。氷河マジン、氷河マジン、そうだね。そうだね。
もうちょっと今だとコスト96が通用するかっていうレベルだから、賞味期限は短いか、そう考えると。まあでも何らかのあれでしょうね、シャドウ、悪魔、特に悪魔とかここら辺のあれまでバズズとか含めて、アトラスはまあ輝くのはなんか見えてますけどね。ジバリアなんかどうだろう、2イベント最後とかになんか来てもおかしくない。最後にジバリア強化とか、最後だけでデイン強化とかが来んよね多分。いや指導っていう前提で言っちゃいましたけど、まあ、そこら辺かどうか考えてるか想像してると面白いですね。結構特化心が出ていて、そこでしか輝けんけどそこなら輝けるという、なかなか使いにくいところありますけど、まあそんな感じで本日アクストラゴンの S、まあ、私なりにね横比較してみましたということで。ただこいつあれなんで、ね、意外に簡単そうに見えるんだけど、ここらこいつ一人にすると3回攻撃してきて結構落ちそうになる時とかやられてる時あるんですよたまにね。意外に回復なしの金なのかなって、一人にした方がこいつ危険だよなって。そんなになんか弱いとは思わん。早く済むでやりやすいっちゃやりやすいですけどね、周回っていう意味で、あの試合が長いかんっていう意味で。まあでもあれだね、今後のどうだろう、何が出てくるかですけど、ドラゴンでヒャドウが効くか、普通ドラゴンってなんかヒャドウはあんま効きそうなイメージないですけど、まあ、そんなところで多分輝いてくるでしょうね。制度的にも別にあれだから、竜王と比較しても体力だけか、そこら辺のところコスト99使いやすいところもありますし、あとは私的にはレンジャーとかの武器とかね、海賊とか、それから黄色の心が来るとまたヒャドウもなんかあるかな、夏場に向けてあるかな、来るんですかね、まあ、そこは運営さんのね腹加減というところで、はい、ということで、そんな感じで終わり。